どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はね、速報ということで、j a l p がとうとうクレジットカードからのね、チャージを対応いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 はい。ということで、JALPay、えー、がね、とうとうクレジットカードからのチャージに対応いたしました。もうね、ずっといつかなというふうに思っていたわけなんですけども、とうとうね、JALPay がクレジットカードからのチャージ対応ということで、プレスリリースがね、やっと発表されました。で、今回ですね、実際のチャージもね、お見せしたかったんですけども、 どうやらね、システムがあんまりうまく機能してないのか、私ね、あの、チャージできるクレジットカード、まあ、JALU のクレジットカードももちろんチャージできるんですけども、あの、チャージができるってね、公式サイトに書いてあるクレジットカードね、何枚か試したんですけども、全部できないっていう風になりまして、これね、ちょっとツイッターで聞いたらね、同じような方もね、いらっしゃいましたので、まあ、もしかしたらですね、ちょっと今ね、あの、不具合みたいなのが起きてるのかもしれませんので、今回の動画では、クレジットカードをね、チャージ対応して、その還元につったり、またね、キャンペーンとかもね、 え、打たれておりますので、ここら辺ね、メインで解説ね、やっていきたいなと思いますので、気になる方は是非ね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらね、4月2日に JALPay クレジットカードに対応しますということで、プレスリリースが打たれております。今回のリリースの概要としては、JALPay がチャージ方法にクレジットカードが追加されましたえ。クレジットカードチャージ導入を記念し、キャンペーン実施いたしますということで、JALPay、それ変わりますということで、まあ、こういった感じでね、発表されております。で、まずですね、対応するクレジットカードなんですけども、 対応するクレジットカードは JAL カード、JAL アメリカンエキスプレスカードを除くだけでなく、JAL カード以外のマスター JCB ダイナーズブランドのクレジットカードにも対応しており、クレジットカードでチャージした残高は世界中のマスターカード加盟店、国内クイックペイ加盟店、スマートコード加盟店、JAL ペイ加盟店でご利用いただけますということで、えー、発表がね、されているわけなんですよね。まあ、注目したいのはこちらですよね。JAL カード、 だけでなくということで、それ以外のね、クレジットカードからも、マスター JCB ダイナスね、利用することがね、できるっていうふうになっておりまして、まあ、残念ポイントとしては、JAL カードの JAL アメリカンエクスプレスカードはね、チャージできないっていうふうに、 なってるんですよね。これなんかあんのかもしれないですね。ANAP もね、アメックスチャージすることできませんので、まあ、もしかしたらですね、アメリカンエクスプレスはね、こういうのにまあ許可をするのが時間がかかるのか、NG なのか、ちょっとわかんないですけれども、なんかね、ありそうですよね。で、またね、えー、さらにクレジットカードチャージ導入を記念し、4月2日から6月30日までキャンペーンを実施いたしますということで、こちらもね、後で見ていきたいなぁと。 思います。で、まずですね、j a l p イがクレジットカードからね、チャージできるようになりましたということで、できるクレジットカードのブランド、先ほども言いましたけども、JAL カードのマスター JCB ダイナース Visa、こちらが利用することができます。で、JAL カード以外のクレジットカードだと、発行会社に関わらずご利用いただけます。マスターカード JCB ダイナースまたえ、例えば以下のクレジットカード会社のチャージいただけますということで、セゾンカードとビューカード、こちらに関しては、 え、こちらの発行会社のクレジットカードだったらね、利用することができるっていうふうになっております。またね、3D セキュアがね、設定されてないクレジットカード利用することってできませんので、この点ね、ご注意いただければなぁと思います。で、実際のね、チャージの画面についてはですね、後でね、あの、実機で、えー、お見せしたいなぁと思うんですけども、まずね、今回、j a l p イがですね、クレジットカード導入でキャンペーンをね、えー、行っております。それがね、結構たくさんありまして、まずね、えー、一つ目、 チャンス当選確率アップキャンペーンということで、JALPay をね、アップデートしていただくと、JALPay のトップ画面ですね、こちらも後でお見せしますけども、このマイルチャンスっていうのがね、利用することができるようになってるんですよね。こちら、スタンプを獲得して3つ溜まったら、このガチャガチャみたいのが引けて、まあ、それに応じてね、どこかに前にとかね、当たったりするみたいなんですけども、これもね、あの、JALPay アップデートして、 トップ画面にね、載っておりますので、これもね、えー、面白そうでいいですよね。で、こちらは、えー、マイルチャンスは、マイルや JALPay イポイントなど、豪華商品を用意しております。毎日のログインやマイル活用術を読むなど、いくつかのミッションをクリアすることで、スタンプを貯めることができて、3スタンプごとにマイルチャンスをご参加いただけますということで、こちらもね、当選確率アップキャンペーンが、えー、開始ということで、これはね、 これ自体ずっとやるみたいなんですけども、4月2日から30日まで当選確率アップがね、されるということで、対象になる方、対象サービスを利用して3スタンプ以上貯めたお客様、特典がマイルや JALPay イポイントなどがもらえます。で、積算時期は当選後1週間から10日ほど。で、有効期限は JALPay イポイントに関しては積算月から期算して6ヶ月後の月末っていうふうに、 なります。まあ、こちらがね、まず一つ目、えー、利用することができます。で、次にね、JALPay 設定キャンペーンということで、こちらはね、既存でもう使っている方は対象外になるわけなんですけども、これから JALPay 始める方は設定すると 50JALPay イポイント。またね、クレジットカードから2000以上チャージしていただくと 250JALPay イポイント、えー、最大 300JALPay イポイントがね、もらえるキャンペーンも開始になります。こちら、このポイントっていうのはね、1ポイント1円で利用することができる残高っていうふうになりますので、これから これからね、設定される方はね、ぜひね、クレジットカードから2000円チャージしておきましょう。こちらの積算日記が、え新 JALPay 会員の方は JALPay 設定で50ポイント即もらえるみたいですね。で、クレジットカードチャージ分は 5, か5月末頃に付与予定というふうになります。で、ポイントの有効期限は先ほどと一緒で、 え、積算月から計算して6ヶ月後の月末ということで有効期限ございますんでね、もらったらできるだけ早めに使っておきましょう。2023年11月7日以降、一度でも JALPay 設定されたことがある方は対象外っていうふうになります。既存の JALPay 会員はクレジットカードがチャージを行った場合でも、 クレジットカードチャージ2000円以上ご利用で250ポイントは対象外になりますということで、まあこちらの既存の会員の方はですね、えー、こちらね、えー、もらうことができないっていうふうになりますんで、新規の方のみのね、キャンペーンっていうふうになります。で、次にマイルチャージレートアップキャンペーンですね。これ以前もね、やっておりましたけども、1万マイルを j a l p a y にね、チャージすると1万3000円で使えますよということで、1万マイルぐらいしかなくて、もう使い道ないよっていう方は、この機会にね、チャージしていただくと、1万3000分、ね ね利用することができてこの JALPay ポイントはですね JALPay で普通にねそこら辺のお店で使えますのでこちらはいいですよね。 それでは次に JALPay クレジットカードチャージキャンペーンということで要エントリーになっております。お持ちのクレジットカードから JALPay チャージするとマイルをプレゼントということで、まずね、エントリーちゃちゃっとしといてください。で、こちらね、ちょっとわかりづらいんですけども、この今回のキャンペーンっていうのはチャージするとマイルがもらえるキャンペーンということで、クレジットカードはですね、JAL プラチナ、クラブ A ゴールド、クラブ A カード、ショッピングマイルプレミアム、クラブ A カード、 普通カード、ショッピングマイルプレミアム、普通カードで、JAL カード以外っていう風になりましてえ、普通カードのショッピングマイルプレミアム加入されている方はですね、1%で、クラブ A とかね、クラブ A カード、ショッピングマイルプレミアムとかね、クラブ A ゴールドカードとか、プラチナ持ってる方も1%還元っていう風になります。で、普通カードでショッピングマイルプレミアム、 加入してない方は0.6%還元っていうふうになりまして、この1%還元で上限500マイルがね、このカードだったらもらえるっていうふうになります。で、普通カードのショッピングマイルプレミアム入ってない方は0.6%還元っていうふうになりまして、上限が300マイル。JAL カード以外でね、利用した場合は0.6%還元、上限300マイルっていうふうになります。で、キャンペーンマイルということで、この カードであれば5万円チャージしていただければ500マイルね、もらえるっていう風になりまして、普通カード、JAL カード以外の方も5万円チャージすると300マイルがね、もらえるキャンペーンっていう風に なります一応ね、この JALPay ショッピングマイルもね、一緒に書いてあって、合計1.5%、1.1%ですよ。さらに海外で、両替マイルとか使うと更 2. 2、さらに2.2%ですよ。みたいなことが書いてありますけれども、まあ、このキャンペーン自体は、まあ、こちらですよね。はい、チャージしていただくと、マイルがもらえるキャンペーンっていうふうになりますんで、これ一緒に書くのね、ちょっとわかりづらいですよね。まあ、あの、両替マイルね、この前お話しさせていただいたと思うんですけれども、 ショッピング ATM コースの方は、両替でね、1000円ごとに7マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、ここにね、まあ、入っているわけなんですけども、1000円で7マイルなんで、100円で0.7%なんで、こちらにね、まあ、記載されているわけなんですけども、全部ね、あの、利用して、海外で使うと2.2%になりますよ、みたいな。 まあでもまあ今回のキャンペーンはねここだけなんでねですので JAL カードを持ってる方まあそれ以外のカードでチャージする方まあいらっしゃると思いますけれども基本は5万円チャージしたらまあこのマイルがもらえるっていうふうになりますんでエントリーしてね5万円ねチャージしておきましょう。 で、こちらのキャンペーン自体がですね、4月2日から6月30日まで対象になる方は JALPay 会員の方。で、積算時期はご利用時期の翌月末までに積算。JALPay ショッピングマイルとは別積算。クレジットカードからチャージした JALPay に紐づく会員にマイルが積算されます。っていった形で記載がありますね。はい、キャンペーンはね、こういった形になっておりまして、皆さん気になってる部分だと思うんですけども、 この JAL のクレジットカードから JALPay にチャージした場合どうなるのかっていうところですよね。ここね、書いてありますけども、JAL カードから JALPay にクレジットカードチャージした場合は、ショッピングマイル積算対象外となりますということで、JAL カードから JALPay ね、チャージしても、マイルはもらえないっていった形になります。マイルがもらえないっていうことはもちろんね、この JAL カードっていうのもね、 このライフステータスポイントで貯めることができますけども、指標はマイルっていう風になりますんで、マイルが2000マイル貯まると5ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、JAL カードから JALPay にチャージしても、マイルが貯まらないっていう風になりますんで、残念ながらですね、JAL カードから JALPay にチャージしたところで、JAL ライフステータスポイントのね、 プログラムのポイントを貯めるっていうことはできないって言ったはちになるんですよね。こちらね、ちょっと残念ですよね。で、またね、あの、覚えておいていただきたいんですけども、クレジットカードから JALPay にチャージした分はですね、JALPay っていうのは JAL グローバルウォレットでね、海外 ATM とかで出勤することできるんですけども、クレカでチャージした分はね、あの出勤できませんのでね、この点も注意してください。それでは次にですね、実際にアプリで見ていきたいなと思うんですけども、まずね、 えー、まだアップデートしてない方は Apple Store でですね、えー、自分のアイコン、えー、クリックしていただいて、下引っ張ってね、アップデートしてください。こちらアップデートしてね、多分見れないと思いますんでね。で、こちらね。 ちょっと画面出しておきますけども、JAL マイレージバンク、えー、アプリですね。で、この上の方にですね、チャンスってのがあると思うんですけども、これがね、先ほどキャンペーンでありました、えー、マイルチャンス当選確率アップキャンペーンのやつで、右上にね、えー、チャンスっていうのがあると思いますんで、これをクリックしていただきます。そうすると、えー、この1等どこかにマイル、2等 JAL、 え、工場見学、え、3等 j a l ペイポイントとかね、ありますよね。まあ、これが、え、いろいろね、スタンプ、右上に今6って書いてあると思うんですけれども、これをいろいろやるとね、えっ、ー、と、スタンプが溜まって、スタンプを3つ以上貯めると、これに、ね、参加することができるっていうふうになります。で、このね、えー、マイルチャンスとスタンプっていうのがあると思いますので、スタンプをしていただくと、こちらでね、スタンプを獲得することができると。 で、私がね、ちょっと今もポチポチ色々やってたら、なんか色々、あの、ポイント獲得できてたりするんですけどもえ、マイル活用術を見たりしたり、あとマイルの貯め方を調べるとかね、ここら辺をポチポチするとね、スタンプが溜まっていきます。で、せっかくなんでね、マイルチャンス引いてみましょう。おー、面白いア,アニメーションですね。どこかにマイル来るか。まあ、来ないですよね。はい。まあ、こういった感じでえ、楽しむことができるっていうふうになります。もう一回間違えて引いちゃいましたね。 まあ、外れますよね。はい。ということで、皆さんね、こちらポチポチをして、スタンプを貯めて、ぜひイルチャンスね、当選アップ確率アップがね、今行われておりますんでね。で、次に、この JALPay のですね、チャージ方法、クレジットカードからのチャージ方法なんですけども、冒頭にも言ったと思いますけど、ちょっと私はね、今、利用することがね、チャージすることが、あの、 ジャルカードもできなかったし、セゾンカードも全部できなかったので、ちょっとね、不具合起きてんのかもしれないので、またね、今度やりたいと思います。で、チャージ方法に関しては、このジャルペイをねえ、クリックしていただきます。そうするとですね、 え、この j a l p y のね、画面になりますよね。で、この左上にですね、クレジットカードからチャージする場合は、登録情報紹介変更ありますよね。これをクリックしていただきます。そうすると、クレジットカード情報設定っていうのがね、出ると思いますので、こちらをね、クリックしていただきます。そうすると、クレジットカードえ設定紹介ということで、1日に1回しかね、クレジットカード登録できないみたいですので、まあ、これからね、チャージルートとかね、調べたいなと思うんですけども、1日1回やっていかなきゃいけないっていうところですね。ということで、こちら で、設定していきますでこうするとですね、カード番号とかでね、入れる欄が出てきますので、カード番号とかね、入れていただいて、下のね、次に行っていただきます。私もね、ちょっとやりたいところなんですけど、さっきね、何回もやったんで、まあ今やってもダメだと思うんですけども、一応もう一回やってみましょうか。多分ね、ダメだと思いますね。私は JAL カードからやってます。 はい、やっぱりできないですね。エラーメッセージがあります。ご確認くださいということで、今私はね、JAL カードの、JAL ビザカードでね、チャージしようとしたわけなんですけども、やはりね、チャージすることができないですね。まあ、ちょっと不具合が起きてるのか、私がなんか良くないことをしたのかちょっとわかんないですけども、まあひとまずね、これから試されるという方はやってみてください。できた方もね、中にはいらっしゃいますんでね。で、登録ができたらですね、このチャージを押していただいて、 え、現金チャージをね、押していただきます。ここの現金チャージにちょっとクレジットカードが入ってるのがよくわかんないですけども、え、クレジットカードをせっ、あの、選択していただきます。そうするとチャージすることができるんですけども、まあ私はね、まだ設定自体ができておりませんので、え、チャージすることができないっていたたきになります。まあ皆さんね、これから、え、JALPay ね、まあちょっとね、JAL カードから、え、JALPay にチャージしてもね、 ショッピングマイル積算対象外ということで、まあチャージする意味っていうのはね、正直ないのかなっていうところなんですけども、まあこれからね、チャージルートとかでね、利用することができれば、うまく活用してマイル貯めれるかもしれませんのでね、そちらはね、またこれからやってね、動画ね、出していきたいなと思います。 はい。ということで、今回ですね、JALPay がとうとうね、クレジットカードチャージね、対応いたしましたので、解説、ね、させていただいたわけなんですけども、今のところね、見る感じだとね、Apple Pay ではチャージすることができなさそうですので、この点ね、ちょっと残念ですよね。はい。ちょっと Apple Pay でね、チャージできるんじゃないかって、ちょっとね、期待してたんですけども、やはりね、iPhone の方、Apple Pay でチャージできるとね、まあ、いろんなルートとかね、使えるかもしれないっていうふうにね、思いますので、Apple Pay チャージにね、今後ね、対応してほしいですね。はい。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカン診断、ポイントサイト診断。またね、すごいおすすめのね、クレジットカード。あの注目のクレジットカードのね、限定キャンペーンが今ね、LINE 公式アカウントだけでえ見ることができるっていうふうになりますんで、ぜひね、こちらチェックしていただければなぁと。 思います。おそらくね、私の動画を見ている方で、あのカード発行されたいっていう方はね、とてもいい内容になってると思いますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ